ホツマ、アゲハ、よく聞け。かつてヒルコは黄金城を使い関東大震災を引き起こした。陰陽の呪術でこの世を支配しようとしたのだ。しかし我らおぼろ一族に阻止され、この神社に封印されていた。何者かがその封印を解いたのだ。誰が封印を？それを調べようとここまで来たのだが、このざまよ。ホツマよ、この神社を守っていたウブスナ家の娘が連れ去られた。呪術の生贄にするつもりだ。娘が捕らえられている場所だ。ヒルコの企みを阻止するのだ。アゲハ、師匠を頼む。拳様。アゲハ、最後にお前に会えてよかった。拳様、こんなことになるなんて。